はい、こんばんは、ちです。この間スベアの 123R を、紹介させてもらったんですけども、今回は外のムカじゃなくてストームブレイカーっていうの SOD372 っていうやつですね。これ出たばっかりなんでしょ。で、ガソリン系ついでに一緒に買ってみましたけど、いやームカでいいと思いますけどね。結局気温が0度以下のところで、この OD 缶を使って、これが OD 缶を使って煮炊きするかって言ったら多分しないと思うのね。ちょっとうるさいか。で、結局これがドロップアウトするからガソリン系にするわけで、だからムカでいいような気もするけど、2つあったらまあ便利かなと思ってそっちにしました。これと本体と、なんやろ、なんかいっぱい入ってんで、なんやこれ、いっぱい入ってんで、よいしょ、あはははは、これはメンテナンスかな、多分いろいろなんかメンテナンスでしょう。これが下に引くパッドね。アルミニウム。今使いません。それと、袋が入ってますね。ストームブレイカー専用袋かな。ああ、これだ。まあ、後で最後直す、ここに直したいと思います。で、一番重要なのが、もう説明書もいらないね。よいしょ。で、これ。こうやったかな。これが OD 缶の方ね。あれ、どうやってつけんのって逆なんですよ、これ。よいしょ。バルは縛ってるね。で、数秒で、ここにキャップがあるから、次展開、よいしょ、よいしょ、ほー、初火入れや。初火入れ嬉しいな。ここを取って、ここにぶっ刺すんやろ。あれ、回すん違うよね、引くのかな、あ、押すのか、そうか、押してカチッていったら OK です。で、これちょっと5秒ぐらい出しとかなあかんねんな。で、逆さにする、こんな感じかな。よし、まあ2つ使えるっていうのは、別でこれを8000ぐらいで売ってたんかな、新版忘れましたけど、これだけのやつね。それと両方使えるっていうのが嬉しいかなとは思いますけど。よし、そしたらつけてみましょう。うわ、すごい、さすが。うん、そうか、すぐ切れないのね。おお、なるほど。おお、なるほど。おお、ラグがある。うん、これ 4kW ぐらいいくんやろ。だから切ってもすぐ切れませんわ。時間がある、ラグ、タイムラグが。だから調整するのがちょっとめんどくさいかもしれんね。最大火力ですからね、キロワット数にしたら、なんかすごいですよ。最強ストーブなんで。よいしょ。で、これは OD 缶の方ね。次が液燃。今、ここに入れました。これ別売りね。ホワイトガソリン。ちょっとだけ CC 入れましたけど、よいしょ。で、これがポンピングする
やつね。よいしょ。さあ、どんな火が出るんやろ。よいしょ。しっかり締めとくな。で、ここがダイヤル調整。エアーでしょ。で、これでポンピングします。多分合ってると思う。はい、それではポンピングが終わったので、つけていきたいと思います。さあ、わあ、火力強え。完成するまでちょっとこれ、いい炎が出てる。青い、どっちや、こっちか、もうちょっと下か、これぐらいか。ちょっと安定するのにやっぱり時間かかるね。よし、そう、ちっちゃくしても大丈夫かな。最小どれぐらい？おお、消えるか。このぐらいやったらいいかな。ちょっと落ち着かんか。もうちょいか。おー、落ち着かんな。まあ、プレヒートがない分、ポンピングなので、燃料と空気との出るバランスによって変わるよね。うん、最強やね。でも低温下でこれだけ使えればいいんじゃないかなとは思いますけどね。弱火がやっぱ難しいな。これ雪の降ってる時に弱火にしようと思ったらどうやろうね。今夏やからあれですけどね。バスって消えることもあるでしょう。安定した炎になりました。はい、じゃ切ります。よいしょ。やっぱりこれタイムラグがあるよね。すぐには切れません。はい、以上です。ストーンブレイカーの紹介でした。やっぱりガソリン系とガス系と両方使えるのはお得かなと思いますね。それとどうしても外っていうか、こういうストーブ系っていうのは滑っちゃうのね。なのでここにシリコンチューブ、どこにでも売ってるこのシリコンチューブをちょっと切ってね、ここに巻いてみるといいんではないでしょうか。滑らなくてしっかりするからね、滑らない。外のやつはね、大体滑る。310、310やな、これ。もう滑るんですよね。この、普通の、CB 缶の方ね。OD 缶じゃなくて。いつも使ってますけど、これは。だから、ここに、こういう風にシリコンのゴムを入れると、よいしょ。滑らなくなりますので。いいかなと思います。はい、そしたらやっぱり低温下で安定した火を使おうと思ったら、やっぱり液燃が最高じゃないでしょうかね。アルストでもいいですけどね、低コストでいけるから。で、まあアルコールも入手しやすいしね。今はホームセンターとかやったら売ってるし。で、まあガソリンもね、これホワイトガソリン使わなくても普通のレギュラーガソリン、ガソリンスタンドで売ってる。あれでもいいみたいですけどね。よりクリーンな、ガソリンを
を使いたかったらこういう、わお、見えへんな、こういうガソリンを買えばいいんじゃないでしょうかね。うん、一応ストームブレーカーの方は、レギュラーガソリンでもいけるって言ってますからね。うん、1リッター150円1リッター150円これ1リッター何もすんだろう、むっちゃ高いはずやでこれすごい燃費は悪いこれを使うとね。まあ進む出方も多分違うと思いますけどね。はい、以上でございます。ではお疲れ様でした。いや、こんなちっちゃくなるもんね、いいよね。